あ、やばい、あのバグってて、あの何でしたっけ、バグっててみんなのさ星が見えない、悲しい、やばい、どうしよう、バグってて。まつりなさんフォローありがとう、投げはありがとう、見えない、もしか星投げてくださってる方いらっしゃるのかな、ありがとうございます。なんかいろいろ増えた、俺が見てないだけか。あ、これですか、ニューメンバー、これですね、今日の配信予定ですね。ひらぴょんハートありがとう、配信時間貼ってあるのいいね。そうなんですよ、配信時間貼ってみました。ひらぴょん頑張れ、初見さん、白米さん、私も白米大好きですよ、来てくれてありがとう。大阪府在住の高校1年生15歳のひらぴょんごてんなです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在4位なのかな、4位なので、もしよければ応援してくださると嬉しいです。ハート100受け取ってありがとう。メガネさん来てくれてありがとう。まつりなさん、あ、クマかな、クマ、クマ、クマ、バグってて、バグっていいじゃん。な、HKT48 さんの曲、え、なんだっけその曲、何々っていいじゃんみたいな曲かな。ケイチンさん、イナピョン頑張れ、ありがとう。主権さん、ミー太郎さん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。大阪府在住、高校1年生、15歳、イナピョンコテナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在4位で、3位までが4次審査に進めるので、応援してくださると嬉しいです。ケンさん、イナピョン頑張れ、頑張る、服に合ってるね、ありがとう。まるちゃんもハートいっぱいありがとうございます。100個受け取ってありがとう、ハートチャンネル。もしよければね、初見さんでコメントをまだだよっていう方がいらっしゃいましたら、コメントをお待ちしております。エリチャさん、初訪問ありがとう。で、この時間は、昨日歌ってなかったあのナギーチと、あとなんかもう一個歌おうかな、あ、そう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 、で、17時からの枠であのファーストラビット歌います。だから、あのファーストラビット聞きたかったって言ってくれてた人はみんな17時からの方にも来てほしいな。ギンガムチェックのお洋服かわいい、かわいくない？ただこれかわいいんですけど、袖がここなので袖がここなの。ケイトさん、こんにちは、こんにちは。つまりん、うちわじゃなくて、さ、センスありがとう。初訪問の方ありがとうございます。大阪府在住の高校1年生15歳、みなぴょんこてんなです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在4位で、3位までが、4次審査に進むことができるので、応援してくださるととても嬉しいです。この冬にぴったりだね、なぎいちでしょ、なぎさんに一番可愛い女やからな。なんなん、めいめいさん2度目の訪問ありがとう。ズッポンさんも初訪問ありがとう。スーさん初訪問ありがとう。ロミンさん初訪問ありがとう。みんなありがとうございます。2度目の訪問の方もありがとう。皆様、皆様、結局まゆゆソロ曲歌ったらダメなの、ダメっぽい。あの配信見てたんでしょ、あの他の方の、そしたらなんかソロ曲とかもダメなんですよねっておっしゃってたから、多分ダメなんだと思う。大阪駅前の一番可愛い、大阪駅前 JR ですか、阪急ですか。くファーストラビット見たかった、仕事中だ。そうなの、悲しい。ファーストラビット、ファーストラビット歌いますよ、ユナピョンなので。初訪問の方、皆さんありがとうございます。サッシーのソロ曲もダメ、ダメだと思う。多分ね、ソロ曲とか、あとね、メンバーさんのなんていうの、期間限定ユニット曲もダメなんですよ多分ね、って書いてたかな。結構厳しくて、厳しいな。こんにちは、ブンブンさん来てくれてありがとう。縛り厳しいなね。そうなんですよ、ゆなぴょん絶対かわいいよ、 AKB 合格しようね、頑張ります。 Not Yet の波乗りかき氷とかもダメなの。その曲を私は知らないんだけど、多分あのソロ曲とかあの期間限定ユニット曲はダメなんだと思う。ノーネームもダメだ、ダメか、多分ダメだね。そう、厳しく。まつりなさん何の魚か買おうこれゆなぴょん頑張れ、ありがとう。では今からなぎいちを歌います。なぎいち、この冬にぴったりな曲ですね。なぎいち、やったー、なぎいち、みんな大好きなね、もう季節限定曲なので冬にぴったり。ゆなぴょん頑張れ、ありがとう。ノイエも期間限定グループになるんか、なるんかな、ちょっとグレーは怖いよね。赤番ってあるのかな、ショールームって。
そんなことされてしまったらもう どうしよう問題ですよ。寒い時期に最高のセレクトでしょでしょ。ではみんな聞いてください、なぎっちです。やっぱ可愛い、ありがとう。なぎさで一番可愛いぴょんです。赤ワンされても可愛いよ。赤ワンされたら可愛くないよ。みなみょん頑張れ。あ、トナカイさん来てくれてありがとう。パフちゃん、おっぱいありがとう。灼熱の砂浜、寝そべった水着ショー、海のその青さ、空まで染みる、散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りするなら盗んじゃえ。そばにいすぎて慣れてしまった、大事なものがここにあるよ。きっと思い出せ、なぎさで一番か。あなたはどの子を指さすの、なぎいちはっきりしようじゃないか。夏の恋は誰と誰とする。ありがとう。みんなこんにちは。はなかっぱさん来てくれてありがとう。かわいい、うまい。どこがついたとか見当つかない、どれくらい思えば愛しさを形して、あなたまでちゃんと伝わるの。友達じゃなく恋人じゃない、自由な距離さ、いつの日にかきっとわかるんだ。なぎさで一番可愛いが、当然私は自信ある。なぎ一白黒つけようじゃないか。夢の中でキスをキスをしよう。ありがとう。初音の方、皆さんありがとうございます。大阪府在住の高校1年生15歳のイナピョンコテイナです。矢作文化さんと山内美月さんが好きです。超絶かわいいイナピョン、ありがとう。まるちゃんかわいい、ありがとう。なぎさで一番かわいいが、あなたはどの子を指さすの。なぎいちはきしようじゃないか。答えなさい、誰と誰と。夏の恋は結局私でしょ。みんなありがとう。イナビョンしか、イナビョンしかだよね。ありがとう。ごめんごめんなの、楽しいな。ポムちゃんおっぱいありがとう。おっちゃんミラーボールありがとう。つばりおっぱいありがとう。ひろぴょんミラーボールありがとう。ポムちゃんミラーボールありがとう。まるちゃんピンクのペナルトありがとう。まるちゃんかわいい、ありがとうございます。そんな感じかしら。少々待って。あ、くにちゃんラブレターありがとう。ちゃんと読みますね。みんなありがとうございます。なぎさで一番かわいいゆなぴょんなの、ね、ゆなぴょんですよ。ひろぴょんありがとう。休校されました。ありがとう。ひらぴょん、初音の方もみんなありがとうございます。ゆなぴょんしか、ゆなぴょんしかだよね。ゆなぴょんしか、みんなありがとうございます。おっちゃんもミラーボールありがとう。すちすちありがとう。みんなありがとうございます。つまりもありがとう。音符こんにちは。初見さん、タニさん来てくださってありがとう。そんな感じよ。ぽーちゃんアイスクリームありがとう。アイスクリーム夏にぴったりやな。新しいサムでも可愛かった。ありがとう。
ぴょこ隊が28になりました。おトナカイさんがぴょこ隊に入りましたね。およろしくお願いします。今日最近ぴょこ隊が増えてとっても嬉しい。あやのさん2回目の方もありがとう。大さんさん2回目の方もありがとう。ヤマトラさん2回目の、あ、初訪問だ。初訪問ありがとうございます。大阪府在住高校1年生15歳のイナピョンことイナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在4位で3位までが決勝に進めるので、もしよければ応援してくださるととっても嬉しいです。銀の翼さんフォローありがとうございます。順調に単位増えてるんで。そうなの、ケイさんフォローありがとう。ケイさん寝てる時以外は眠いんですか。ダジャレですかこれ。フォロワー1000人増やそう。そうですね、あと何日あるんだろう。最終日まであと3日、3日間かな、みんな4日間か、あと4日間か3日間でフォロワー1000人。初訪問の方みんなありがとうございます。大阪府在住の高校1年生15歳のイナピョンことイナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在4位で3位までが4次審査に入れるので、あ、4次審査に加入することができるので、もしよければコメントとフォローお待ちしております。滑舌の良さはぶっちぎりで一等賞だと思う。一等賞ですか。私滑舌、滑舌悪いイメージあるんだけどね。知ってるオタさん大集合。そう、今日含めて4日間、今日含めて4日間かってことは、4日間で455人ってことは1日110人、ギビーでタニさんフォローありがとうございます。タニさんフォローありがとう。もしよければコメントしてくれると嬉しいです。そんなことないよ。神アニメ、カニアニメ、それちょっと簡単すぎちゃう。ちょっと舐められたもんですね。カニアニメ。初訪問の方みんなありがとうございます。大阪府在住高校1年生15歳イナピョンことイナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在4位で3位までが4次審査に進めるので、応援してくださるととても嬉しいです。ユナピョン頑張れ。頑張ります。初訪問の方もコメントとフォローお待ちしております。みんなありがとう。ちょっと待ってくださいね。はなかっぱさんさ、あれツイッターね、なんか上げてくれてたくない、なんか見つけたみたいな。上げてたくない。炙りカルビ食べたい。これ簡単ですね。今日の髪型も可愛い。今日の髪型はハーフアップです。ゆなぴょん頑張れ。ありがとう。ひろのんさんありがとう。元気な笑顔がいいですね。ありがとうございます。ありがとう。おー、バチ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 。はなかっぱさんが汗かいてる。わー、汗かいてる。一人夏に取り残されてる。ひろのんさんフォローありがとう。フォローありがとうございます。えいちゃん願い叶う棒ありがとう。ありがとうございます。みんな昼ご飯を食べたのかな。ゆなまだ昼ご飯食べてないんだよね。仕事行ってくる。行ってらっしゃい。また来てね。ハーフアップしか勝たん。ハーフアップですよ。そう、今日はね、いつもよりちょっとメイクが薄いのと、あとまつげがいつもは黒なんですけど、今日はまつげが茶色です。わかりますか。まつげ茶色なんです。ゆなぴょん頑張れ。ありがとう。ぷにちゃんタコありがとう。タコぷにちゃんタコありがとう。見つけたものはしょうがない。もうね、見つける達人ですよ私は。もう絶対見つけれますよ。こんにちは、ゆうさんこんにちは、来てくれてありがとう。夏ごまさん2度目の方もありがとう。初音もありがとう。まもなく3週目の回収始まります。ありがとう。ぷにちゃんラブレターありがとう。ラブレターありがとうございます。受け取りました。みんなラブレターありがとう。パンダ師匠のファンレベルが5に上がりました。お、パンダ師匠ありがとう。初訪問の方も皆様ありがとうございます。大阪府在住の高校1年生15歳のイナピョンことイナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在4位で3位までが4次審査に進めるので、応援してくださるととても嬉しいです。ハータンのまつげ綺麗なので。そうなの、まつげまで見てるの。すごいね、意識が、オタク意識が。お昼はタン塩とハラミでした。タン塩、私も焼肉行きたいな。焼肉に行きたい。すごい焼肉にすごい今行きたくなってきた。ゆいなちゃんハートありがとう。みくちゃん尊いありがとうございます。尊いありがとう。レベル5だけど愛情は100だよ。愛情1万じゃないの。愛情1万じゃないの。へのハートありがとう。
翔平さんフォローありがとうございます。初音の方もみんなありがとう。大阪府在住高校1年生15歳のみなぴょんことえなです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在4位で3位までが4次審査に進めるので、もしよければ応援してくださるととても嬉しいです。ひにょハートありがとう。初音の方もありがとうございます。ちょっと今日ねもう1曲歌いたいんですけど、初音の方がねたくさんいらっしゃいますので、あの歌える曲を歌いたいなと思います。17時からのところでちょっとみんなからリクエストされてたファーストラビット歌いますね。であとみんなからあのリクエストもらってる中で、あのハッシュタグ好きなんだと、あの47の素敵な街へ、47の素敵な街へがさ、なんか結構なんかエンディングっぽい曲じゃん。エンディングっぽい、なんか終盤に来そうな曲じゃん。だから最終日あたりに持っていきたいな。後ろにひよこの絵はゆなぴょんが描いたの。これひよこの絵、あ、これか。これゆなぴょんが描きましたよ。うまいでしょ。なので私があの一番ちゃんと歌える曲は、で歌ったことないの、恋するフォンチュンクッキーとかかな。なんか恋するフォンチュンクッキー歌います。イナピョン頑張れ、ありがとう。さとかちゃん、ハザマの方もみんなありがとう。リボンちゃんもイナピョン頑張れてありがとうございます。愛情斎藤だよ。最高最高だと思っちゃった、見た時斎藤なの。ひよこ可愛くて上手、ありがとう。ひよこ皆さん分かってると思いますが、 SMS 認証なんですよ。 SMS 認証住んでない方はあの星投げてくださっててもあのポイントが加算されないので、あの皆様お願いいたします。電話番号かな、 SMS 認証は多分そうですね。なんかイヤホン直ったんですよ。なんか一時期イヤホン壊れた事件があったんですけど、イヤホン直りまして。初音の方みんなありがとうございます。初音の方みんな今から、恋するフォンチュンクッキーを自信ありげんであの歌いますので、あの聞いていってくださると嬉しいです。ありましたね、演歌バージョンもあるんだけど。初音の方ありがとう。3週目回収と言いながら忘れてた。はなかっぺさんかわいいな、ありがとう。なんかこの曲さ全然歌ったことなくても歌えるよね。はざまの方もしよければコメントとフォローお待ちしております。好きなのに私にまるで興味ない、何度目かの失恋の準備、yeah, yeah, yeah. 周りを見れば大勢の可愛い子たちがいるんだもん、地味な花は気づいてくれない、テリア流れるミュージック、ぼんやり聴いていたら知らぬ間にリズムに合わせつま先から動き出す、止められない今の気持ち、カモン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 ベイビー、占ってよ恋するフォンチュークッキー、未来はそんな悪くつけんさん、ありがとう。あなたにちゃんと送りたい、だけど自分に自信ない、
リアクションは想像つくから、イエイイエイイエイ。性格いい子がいいなんて男の子はああ言うけど、ルックスがアドバンテージ、いつだって可愛い子が人気投票1位になる。 Please 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 oh baby 私を見て恋するポンチュクッキー、そのからさしてみよう。 Hey hey hey、 ヘジの展開、神様も知らない、涙のフォーチュークッキー、そんなにネガティブにならずに。 Hey hey hey、 Hey hey hey、 世界は愛で溢れているよ、悲しい出来事忘れさせる、思う。ゆなぴょんは人気投票1位だわ。初物の方、もしよければコメントお待ちしております。カモン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 ベイビー、占ってよ恋するフォンチュンクッキー、未来はそんな悪くないよ。ヘイヘイ、呼ぶには笑顔を見せること、ハートのフォーチュンクッキー、運勢今日よりも良くしよう。 Hey hey hey、 Hey hey hey、 人生捨てたもんじゃないよね、ああと驚く奇跡が起きる、あなたとどこかで愛し合える、よかった。ヒラピョン結婚してありがとうございます。ツバリンも流れ星ありがとう。ヒラピョンハートありがとう。そして、ゆいなちゃんも音符ありがとう。リボンさん、あ、ミラーボールありがとうございます。照らしてくれてありがとう。プニちゃん音符ありがとう。花カップさんも音符ありがとう。マルちゃんも音符ありがとう。花カップさんも音符ありがとう。プニちゃんが拍手ありがとうございます。そして、ありがとう、ペンライトありがとうございます。ヘニもハートありがとう。ゆなちゃんもありがとうございます。こんな感じかな。ありがとうございます。初音の方来てくださってありがとうございます。大阪府在住、高校1年生、15歳、ゆなぴょんことゆなです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在3位で、あー間違えた、3位4位で3位までが4次審査に進めるので、応援してくださってとても嬉しいです。壊れた。そんな感じをありがとう。25分になりましたね。それではライブランキング読み上げさせていただきます。13位のゆいな、ありがとう。12位のすいしさん、ありがとう。11位のひろちゃん、ぴょこたい、ひろちゃんぴょこたいに入ってくれてありがとう。10位のコンピ、ありがとう。9位のマハラジさん、ありがとう。8位のはなかっぱさん、ありがとうございます。はなかっぱありがとう。7位のいっちゃん、ありがとう。6位のつばりん、ありがとう。6位のおしちゃん、ありがとう。ゆうのぽぶちゃん、ありがとう。3位のまるちゃん、ありがとう。2位のひらぴょん、ありがとう。そして1位のオープニー、ありがとうありがとうございます。ゆうなちゃん、ハトありがとう。パチパチパチ、今日もかわいい、ありがとうございます。かわいかった、ありがとう。ゆたろう、ありがとう。ゴンちゃんもかわいい、ありがとうございます。いつかはゲミンさんかな、おーちゃんずさんありがとうございます。ずっと可愛かった、ありがとう。皆さんありがとうございます。星投げに瀕死であんまりコメントできなかったけど、みんな投げてくれててありがとうございます。腰こっちの画面に見えなくてカウントしてくださってる方もいらっしゃったと思うので、ありがとうございます。じゃあここで自己紹介させていただきまして、大阪府在住の高校1年生、15歳のいなぴょんことゆなです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在4位で3位までが4次審査に進めるので、もしよければ応援してくださると嬉しいです。最終カウント完了、完了、ありがとう、受け取りました。この子いきません。白眼鏡、私の透明の眼鏡を使ってます。ハジさん来てくれてありがとう。ゆなぴょん元気が出る一言をお願いします。
じゃあ、いきますよ。なにわ魂や、なにわやで、みんな。ありがとう。あれ、配信ツイートしたはずなのにされてなかった。エクボ可愛いね、ありがとう。エクボね、ちっちゃいんですけど、あるんですよ。そらさん、2回目の方もありがとう。白眼鏡さん、お風呂ありがとう。メガネ、私も視力悪いんですよね。初音の方、皆様ありがとうございます。お、1000人超えてる、ありがとうございます。大阪府在住、高校1年生、15歳のイナピョンことイナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在4位で3位までが4次審査に進めるので、応援してくださると嬉しいです。滑ったイナピョンも可愛いな。ねえ、コンピが元気出たって言ってるけど、イナピョンは滑ってないよ。イナピョンは滑らない女だよ。カズシさん、こんにちは、来てくれてありがとう。今日の配信は、30分で終わってしまうんですけれども、17時からもう一回配信するので、そっちにも来てくれたら嬉しい。フォローも待ってるよ。配信に夢中でツイート忘れてた。はじめまして、マウンテンゴリラさん。おー、ゴリマウントを取ってるのかな。おー、いいですね、戦いましょう。来てくれてありがとう。大阪府在住の高校1年生、15歳のイナピョンコテナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中で、現在4位で3位までが4次審査に進めるので、応援してくださると嬉しいです。ワッチャッチャさん、発音もありがとう。ラムさんも発音もありがとう。銀ガムイナピョン、そう、銀ガムです。半袖なんですけど、チーム4推し、チーム4推しなんですね。僕も元気ください。元気だけど、元気じゃん。およっぽん、昨日めっちゃみんなと楽しんでたじゃん。滑らない話配信しよう。滑りまくるからダメですよ。マウントとマウンテンは違う。そうなの？なんかマウントの進化版がマウンテンだと思ってた。二度目ましてでした。そうなの？マウンテンさん、あ、初見さんじゃないの？もっとコメントしてよ。次も楽しみだよ。ありがとう。ゆなぴょんがどんどん見つかっていくの嬉しいわ。ゆなも見つかるの嬉しいわ。チーム4推しさん、はじめまして、はじめまして。チーム4の推しの方なのかな。来てくれてありがとう。マウンテンは山だよ。え、あ、そうなの。あ、え、なんかノーズフェイスみたいな感じですか。二度目の訪問の方も初訪問の方もありがとう。大阪府在住の高校1年生、15歳のイナピョンコトイナです。現在 AKB48 さんのオーディションに参加中なので、もしよければ応援してくださると嬉しいです。推しは矢作舞香さんと山内瑞希さんです。最後のラブレターも読んであげて。ラブレター飛ばしてる。あ、推しちゃん、ラブレターありがとう。ごめん、気づかなかった。ありがとうございます。またね、またね、イナピョン頑張れ。ありがとうございます。ではまた次の配信は17時からですね。17時からの枠に来てくださるととっても嬉しいです。ファーストラビット歌います。まるちゃんもラベルターありがとう。読みますね。ではみんなありがとうございました。こんにちは、はじめまして、はじめまして。次の配信17時からだから来てね、ケンシンさん。控えめラブレター、控えめプレッシャー。どういうこと。バイバイ、またね。